DCM ホールディングス DCMDCM、DC DC M DC M ホーマックホーマック,マックテイネマれタた店。DCM ホーマックは DCM ホールディングス参加の DCM 株式会社が北海道、東北地方、関東地方で展開するホームセンターの店舗ブランドである。また DCM ホーマック株式会社は2021年2月29日までこれを運営していた企業である。 名称のホーマックはホームアメニティセンターの略である。ホームセンターのほか、リホームセンターのホーマックおうちスタイル、ガーデニング専門店のローゼンハーブ、工具や作業用品専門店のホダカなどの専門分野特化型店を併設運営している。ホーマックの創業者の石黒康弘は、1959年4月、父親が経営する金物卸小売業。 石黒商店に入社し、1962年4月、取締役に就任、1968年5月、社長に就任する。以降、釧路市内の釧路デパートと従事をサービスセンターに石黒金物コーナーを開設し、アメリカの商業小売り察を活かし、1976年、石黒ホーマー第1号店として中園店を開設する。後に、 創業地の釧路市を拠点に北海道各地へ展開し、1987年、石黒商店から石黒ホーマイ社名を変更。1995年、メイク及び石黒ジャスコとの合併によりホーマックへの社名変更と同時に本社を釧路市から札幌市へ移転する。2013年2月末現在、店舗数は173店舗。営業区域は 北海道から神奈川県まで東日本広域にわたる。2006年9月1日付で、カーマ、大イと経営統合し、共同持ち株、会社 DCM ジャパンホールディングス株式会社の参加となる。一時はジャスコと提携を結んで店舗展開をしており、その後もイオンが持ち株会社 DCM ホールディングスに出資するなどの関係があるが、DCM グループ入り以前から、 イオングループ各企業との連携よりも独自性が強い。プライベートブランド商品も当初は快適上手。イオングループ協賛の日本テレビ系24時間テレビも協賛していない。ただし、イオンクレジットサービスによる自社クレジットカードの発行や同社発行のグループ他社含むクレジットカードによるサインレス支払いは取り扱う。現社名以前は イオングループのディスカウント店であるメガマートを東北地方で運営していたが合併を機に全店の店舗ブランドをホーマックに切り替えた。そのため秋田市の公明店と公明北店のように現在でも位置的に重複する店舗が一部で見られる。北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、千葉県その他かつてのホーマック全店のうち約1割程度あった。 広益証券を想定した専門分野強化型の大型店舗。主に大きな都市に所在していた。入り口や看板の表記は通常の店舗のホーマックホームアメニティセンターに対し、スーパーデポはホーマックスーパーデポとなっていた。2015年3月1日付の社名変更に伴いスーパーデポの故障は廃止し、DCM ホーマック00店の故障に統一された。 従来のスーパーデポ店舗は、ホーマックの大型店という位置づけとなった。現在は、スーパーデポ店のすべてが標準店と同じ DCM、ホーマック店に統一されている。北海道社名変更後に開店した大型店、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、社名変更後に開店した大型店、山形県、茨城県、千葉県、埼玉県、社名変更後に、 開店した大型店東京都神奈川県 d c m ーマックが運営する自転車専門店で2015年4月時点で3店舗を運営していた。また DCM グループの姉妹企業 DCM カーマも愛知県豊橋市内に1店舗運営している。しかし単独店舗で営業していた店舗はすべて閉店した。ただし近年、 新規出店や改装した店舗内の自転車コーナーを DCM サイクルとして運営しているほか、森岡市の森南店では店舗横の別途を自転車専門館森南店 DCM サイクルとして運営している。北海道東京都おうちスタイルはリフォームセンターとインテリアリフォーム専門店の2パターンで営業中。いずれも女性スタッフ中心で気軽に利用できる。 通常のリフォームセンターと異なり、女性スタッフ中心で女性目線からでも見学できる。このほか近年新規開店した店舗のリフォームセンターは、おうち、スタイルとして営業している。おうちスタイルリフォームセンターに、さらにインテリア、生活雑貨、本などを扱うインテリア専門店を併設している。インテリアは、ファミリー層向けの比較的高価なものが中心で、 他のインテリア店とは異なる独自の作戦で展開を進めている。被災地の店舗で仮設営業中の店舗があり、2020年5月現在1店舗が仮設営業中。岩手県 DCM4Mac には出会いの喜びというイメージソングが存在する。よく CM で流れるほ、ほ、4Mac という部分は曲のサビでありフルコーラスではない。 テンポでは12時と18時にフルコーラスで流れる。このイメージソングはジャスラックのデータベースに登録されている。作詞は小、作曲は富山和彦。旧メイクの店名ロゴ及び CI マークはかつてのメイク工事部が分離、独立して1992年12月に設立されたメイクホームに継承されている。ありがとうございます。